業するのに資金や人脈が必要だと思いますが、竹花さんはどうやってそれを手に入れたんですか？なんかさ、それよく聞かれるんだけどさ、すごいいい例があってさ、 NASA ってあるじゃないですか、ね、あのロケット作ってる会社ですよ。 NASA が昔ね、宇宙に行った時にボールペンが無重力状態だと書けないと。だからじゃあどうしたかっていうと、 NASA の科学者が10年の歳月と130億ドルの、費用を抱えて、もう無重力だとしても、もう炎の中だとしても、もう氷点下300度ぐらいだったとしても書けるボールペンを開発したんですよ。これをみんなすごいと思うんだけども、その間にロシアは何をしたかって、鉛筆を使ったんだよね。何が言いたいかって、まあ、これはねよく言われる例えで有名な話なんだけれども、お金がないからとか人脈がないからとかって、俺さっきさ竹花さん資金や人脈とか言われたけども、俺だってインスタのマーケティング会社始めた時は鎌倉に住んでて、鎌倉駅のところを営業で走り回ってたし、こうやってパンフレットを配るっていうのも、いちいちカラーコピーだとすげえお金がかかるから、わざと白黒のコピーでできるようなデザインにして、こうやってチラシに作って営業に行ったりとかしてるわけよ。だからお金もいらねえし、資金もいらねえし、人脈もいらねえし、とにかくまずやってみろと。今いる場所で、今あるもので、今いる人たちともやれることやれやいいんですよ。なんかね、よくわかんねえ、なんかビジネスについてガーガーガー語るよ、お前まず動け、口閉じて。本当に特に20代はそういうもんですよ。だってお前さ、水泳を習いたいっつって畳の上で水泳習えるかって、ちげえだお前、水の中飛び込めよ。だったらお前何もできねえんだったら、もう現場に飛び込めよと。英語も一緒やねん、それも。本当そう思いますよ。だってさ、アップルだってね、アップルだってあのガレージから始まったんだよ、お金がないからね。グーグルだってサーバーのね、あの置き場所がないからってレゴブロックでサーバー台を作ってるんですよ。アマゾンだってじゃあどうやってやったかって、あんな配送システムとかね、すごいもの今用意してますけど、一番最初は何でやってました？本をね、自分で包んで、その段ボールをジェフ・ベゾスがこうやってポストに入れてってんね。なんかみんないきなりね、オリンピック選手にね、何の練習もなしに、こんな下積みもなしにいけると思ってるやつで、世の中 99% なんだけど、実はお前らがそんな想像してる間に、地道に行動しても、失敗とエラーの繰り返しを、エラーとね成功の繰り返しをずっとして、ずっと上がっていくわけやん。だから黙ってやった方がいいと思いますよ、本当に。だってさ、俺のね会社、以前のオフィスでちょっとオフィスが広すぎたから、違う会社にも席を貸してあげてたんですよ。その違う会社に席を貸してあげてたのに、その会社はなんか他人がね、多分なんか、まあ、ベンチャーキャピタルがどっかわかんないけども、こうやってお金を出資を受けてやってる会社なんだけども、なんかロゴの発注、会社のホームページの制作にかかるロゴの発注をわざわざ20万かけてやってた。20万で、ロゴを見たらみたいなロゴだし、なんか2週間そのロゴにかかったんだけど、お前2週間それでね、ホームページ作れないから2週間事業作れないってこと、お前らの人件普通に考えたらいくらぐらいかかんねえと、普通に考えてわかるじゃん。でも本当にこういうことができないから、他人のお金で事業やってるやつとか、あとはなんかそこら辺でね、そういうホームページも自分で作れない、ロゴだってね、こうやってグーグルやね、すぐねパパって10秒ぐらいで作れるの知らないような、そういう無知なやつほどお金っていうのはかかるね、本当に。だから普通にまずはみんなやるべきなのって、なんかぐじぐじ言う前にトライアンドエラー繰り返してできるようになること、もう水泳と同じ畳の上でやろうとしないで、とにかくやってみること、それが一番重要ですよね。人脈必要か、普通に考えて。人脈なんて必要ねえって、本当に。だから無知のやつほど本当にお金かかるからね。無知は罰金ですよ、本当に。